ニコール・ストットは、アメリカ合衆国の技術者で、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。国際宇宙ステーションへの第20次長期滞在、第21次長期滞在で、フライトエンジニアを務め、STS-129 では、ミッションスペシャリストを務めた。STS-103、ストットは、ニューヨーク州オールバニで生まれ、フロリダ州クリアウォーターで成長した。 1987年にエンブリーリドル航空大学を卒業し、1992年にセントラルフロリダ大学で経営工学の修士号を取得した。1987年からウエストパームビーチのプラットホイットニーで構造設計技術者として仕事を始めた。彼女は1年間新しいジェットエンジンの部品の開発に携わった。 宇宙服を合わせるニコールストット1988年、ストットはケネディ宇宙センターの大びた組み立て施設で働き始めた。6ヶ月後、彼女はシャトルの組み立ての全体の流れを効率的に管理する責任者になり、改善の効果を測定する指標も作成した。また、アメックスと NASA の合同プロジェクトでグラウンドプロセッシングスケジューリングシステムという、 合理的なスケジューリング用ツールも開発した。GPSS は KSC で使われた他にソフトウェアとして市場でも成功した。最後の2年間は国際宇宙ステーションのハードウェアの開発に携わるためカリフォルニア州ハンティントンビーチに移り、ボーイングで建設中の ISS のトラスの設計に携わった。1998年に ヒューストンのジョンソン宇宙センターに移り、スペースシャトル着陸訓練機でフライトシミュレーションエンジニアを務めた。2000年7月に NASA からミッションスペシャリストの候補に選ばれ、8月から候補者の訓練を行った。2年間の訓練と評価の後、彼女は宇宙飛行士としてステーションのペイロードの評価の仕事を行った。第10次長期滞在では通信管制員を呼び、 交代要員も務めた。2006年4月には彼女は NASA の極限環境ミッションであるネイも急に参加し、6人で18日間にわたって海中の研究施設で過ごした。2009年8月からは STS-128 により ISS に向けて出発し、第20次長期滞在及び、第21次長期滞在を行い、 STS-129 により帰還した。この中で HTV 技術実証機の補足を行う一方、宇宙から HTV 運用チームのために寿司の出前をした。また、STS-133 にも参加した。2009年10月21日、ニコールストットと同じ第21次長期滞在の乗組員であるジェフリー・ウィリアムズは、 ワシントン DC にある NASA の本部に集まった大衆に向かって宇宙ステーションから初めてツイッターへの投稿を行った。これは宇宙飛行士による初めての生のツイッターでもあった。ただし以前にもスペースシャトルや ISS の乗組員からのメッセージを受け取って地上の管制職員が代わりにインターネットを通してツイッターに投稿することはあった。ありがとうございます。